皆さん、こんにちは。トカレチャンネルの伊藤です。はい、ということでね、ちょっと今回はチャレンジクエスト04の方をやっていきたいと思います。まあね、もうサムネにある通りね、装備がめちゃめちゃゴミだね、装備が。だからちょっとね、今回はちょっと雑談しながらやっていこうかなって思います。よっしゃ、行こうか、マガイマード。いや、皆さん、あ、これ拾っとこうか、ちょっと。ケルムシ一応拾って、皆さん、もうね、今回の雑談の内容私も決めてるんですよ。乃木坂46、星野みなみさんの熱愛。これ言ったら乃木坂ファンに怒られるかな。ちょっと、めちゃめちゃショックだね。まあ、私別に乃木坂ファンじゃないんだけど、星野みなみさん熱愛、やっぱアイドルって恋愛してるのかっていう今日テーマだね、それが。私の中の。いや、私は恋愛してないんだけど、はい、ちょっと、ソロの、寂しいやつなんて言わないでください。いった。ちょっと、長い、俺お前と結婚するわ。いや、星野みなみちゃんなー、ショックだなー、割と応援。装備がゴミすぎるだろ、マジ。このクエストマジ誰がやるの、これ。これスラーグ使いでやってる人いる？ちょっとやばいな。星野みなみの話させて。もう乃木坂の星みたいなもんだもんね、乃木坂の星みたいな。いや、被弾がひどい、被弾が。これ雑談しながらだとね、ほんとにうまくできないんです、はい。マジで、それがね、これ実況を締めればみんなわかる。よし、これは混合連覇。やばい！よし、危ない！本当にゴミだな。でね、まあ、星野みなみさんはね、まあ、乃木坂の星みたいなところあるからね、もう、スラーグ使いの星に私がなるってか、はーい、ちょっとうまいこと言っちゃって、今日も絶好調だね。よし、いいぞ。今日も私は絶好、だお、ナイスナイス、なにこれ、これ何のダウン、まあいいや、よし、いいぞ。特殊ダウン。で、これね、炎を取りたいんだけど、取れないか。超えたね、いいよ。これ、飛翔竜拳もないっていう。ドーン。ね。いいよ。で、近づいて、これで、僧侶狙っていこうか、ちょっと。まあ、混合レプ連打で勝てるって勝てるんだけど、あんまりそれしたくないんだよね。うん、したくないんだよって言って、いきなりこれをやるっていう。よし、いいぞ。あ、僧侶になったね。でね、私のね、最近のマイブーム。はい、当ててください、皆さん。そうなんですよ。グミなんですよ、グミ。いやね、まあ、私がね、高校生の頃はね、めちゃめちゃ授業中グミ食べてたりね、はい、実はこっそりしてたんだけど、いや、グミムーブがまたすごいね、グミムーブが。グミムーブ、はい、間違えた。グミブームだね、ブーム。よし、いいぞ。これで、これパンパンいきたいな。いや、ここは混合連符でごまかして、で、あ、またそれ食らうか。その技きついな。やばい！いいぞ、危ない。いいよ。そっか、引っかかってるから何もできないのか。お、なんかわかんないけど、うまくいってる、多分。段差がきついな。これパンパンしたい。よーし、いいぞ。いや、私は知らない。私は最後までパンパン。よーし。星野みなみ効果だ、星野みなみ効果。いいぞ。あ、もう同じみなみつながりで言ったらあれだね。峯岸みなみさんが東海オンエアの手。つやさんと恋愛だね。で、て、名前を言えないからちょっと隠すけど。あ、これやばいな。これやばいやつ。危ない、いいよ。回復しようか、ちょっと。いやー、ここ混合連符したかったなー。マカイは回復させる隙さえも与えてくれないね、俺に。初めて私が動画で俺っつった。はい。今の皆さんコメント欄で、いいぞ。マカイマカとブヤカイ。え、まだ弱らないの、これ。あ、弱ったわ。ちょっとなんかね、お釣りそうな気配がするね。危ない。お釣りそうな気配がする。ちょっと、ムムコンタイム入ります。よし、いいぞ。え、マジでチャレンジクエスト、本当に、いや、ゴミじゃない。これは、サンブレイクへの伏線だ。サンブレイクは高速変形ありませんよって、私だけが見抜いたこれ伏線かもしれない。やっぱスラーグ使いの星だ。スラーグ使いの星、危ない。よーし。今回のテーマはスラーグ使いの星になるだからね、私が。いや、星になったら消え去るってこと？え、ダメじゃん。おー、いいぞ。し、これね、もうそろそろ倒したい。マガイが暴れてる。頼む。また混合連覇。あー、みんなー。本当に星になったわ。